ここ10年テレビ見ることないんですけど、ニュースはインターネットで見るんですけど、なんか言葉遣いおかしいな、イライラするな。一つ、スーツケースから赤ちゃん遺体、20歳の女逮捕っていうニュースがあったんですね。テレビ朝日系、赤ちゃんってとか思って、乳幼児やろ、心の中で突っ込んでたんですね。他の局では胎児って書いてあったんよ。ああ、まだ生まれて間もない子っていうの。生まれてすぐの子。テレビニュースのタイトルで赤ちゃん遺体ってなんかね、どんな人が作ってはるんやろって感じがしてんけど、ここ10年こういうチラチラしたところでやっぱなんかおかしいよなと思うね。で、世の中あの話題一色でなんかプロパガンダ集がすごいなって思いながら、で、私重箱の隅つつきたくなって、ホスピタルドールメディアって入れて検索したらやっぱりありました。テレビ動画を作るにあたって最も大切なのは映像なんですけど、やっぱりセンセーショナルなものをお届けしたいって思うんですね。がしかしですね、ニュースにおいてそれはないじゃろっていう映像が流れてるんですね。あれの流行で医療現場が大変やでってやりたいんやったら、お人形さん使うんやったらイメージって書いとけよって思うねんけどね。何が言いたいか、これ昔の私の動画やったらそれを引っ張り出してインサートに入れるんですけど、 YouTube めっちゃ厳しくなってまたややこしいことしたら取り返しのつかないことに追いやられると思いますので、それはご自身で検索するなりコメント欄に貼っときますので見てちょって感じやねんけど、まあ何しかやらせの動画でこんなに現場は大変なんですって恐怖を煽ってはります。これまでインフルエンザでいっぱい死んでるしって感じやねんけど、新型のあれが未知なるウイルスに打ち勝つ、製薬会社頑張る、株価が上昇、まあ儲かるとこは儲かる、自主規制で動けなくなってしまった個人事業主とかはまあ大変な時代になるけどねって感じで、まあいろんなところで奇味猛量、いろんな妖怪がいらっしゃいますなって感じで必死に味批判とかやってるけど、これあの悪夢の、いやいや現実地獄の民主党政権下で起こっていなくてよかったなって心から思います。で、テレビメディアの役割って知らなかったのですが、視聴者の心マインドに恐怖すり込むことなんちゃうかな。不安な気持ちにさせて政府批判とかさせたんやろね。しかしですね、テレビ制作の現場って昔からこんなにひどくなかった、大概ひどい人たちが演じてたんやろと思うけど、と言いますのは共産党嫌いの方がいらっしゃって、これ結構有名な話で昔の動画でも言ってると思うんですけど、昭和の放送作家に前田武彦いうのがいたんですけど、大橋巨泉有名でしょ。大橋巨泉は民主党から出馬して政治家になって途中で辞めた、辞めるのやめて言うて一生懸命説得されてたおっさんやねんけど、私は大橋巨泉も前田武彦も赤い人やと思ってるけどね。なぜならば大橋巨泉は民主党から出馬して民主党の議員になりました。で、大橋巨泉は根っから赤い人みたいで、平成13年2001年のことやねんけど、大橋巨泉は鳩山由紀乃ちゃんに社会主義インターナショナルに加盟し、センターレフト、中道左派の党としての性格を鮮明にさせよって迫ったんやって。社会主義インターナショナルっていうのは国際組織で、あの社民党が加盟している。で、福島みずほが社会主義インターナショナルの副議長を務めてんねんけど、さすがゲバゲバ90分、大橋巨泉、ゲバゲバっていうのは内部ゲバルトから取ってるんですけどね。大辞林第3版によりますと、ゲバはゲバルト、ドイツ語のゲバルトの略、組織内で行われる暴力的な闘争で、大橋巨泉と一緒に出てた、セット売りされてた放送作家の前田武彦が共産主義者ということで干されはってん。前田武彦はそもそもは NHK の放送作家で、ラジオやテレビの台本を書くようになって、1960年からはタレント活動が本業になっていったみたいね。で、1968年から夜のヒットスタジオで司会をやってた。そこでやんな、1973年の夏に前田武彦が転落するきっかけがあってん。
それは共産党のおばはんを応援してしまったこと。ウィキ参考に読ませていただこう。前田武彦は参議院議員選挙大阪府選挙区補選で日本共産党公認のおばはんを応援した。おばはんの名前を K さんにしとくね。で、応援演説中に K さんが当選したら当日の夜のヒットで万歳をしますと発言してんって。で、自民党候補を破ってその日本共産党公認の K っていうおばはんが当選してテレビで万歳しはってん。で、これ声に出して万歳したわけじゃないみたいやねんけど、そういう説を聞いてんけど、ほんまかどうかそこわかんないねんけど、右派の週刊産経が、当時あった週刊誌が、前竹共産党候補当選に万歳と記事にしたことなどから騒動に発展。それが反共右派である当時のフジテレビオーナー鹿内信孝さんって方の逆鱗に触れて、この時の秋には夜ヒットの司会降板につながってんって。で、反共右派っていうのは反共産党の右派。当時の右派とかいうのは根っこが同じのマルクソじゃなかったと思うねんけど、まあ何しか共産党を毛嫌いしている人もいた。かしかしみんな自民に共産党に洗脳されていったみたいやな。共産党はお口べっぴん笑顔の悪魔、弱者に寄り添うふりをして弱者を利用して暴れさせるんですが、前田武彦は共産党、大橋巨泉は民主党やったでしょ。で、鳩山由紀夫に社会主義インターナショナルに加盟して中道左派であることを明確にせえって言うたわけやんか。で、共産党も社会主義インターナショナルもそもそもが同じ組織やったんやんか。民主党の連中、今現在は国民民主党と立憲民主党やけど、日本共産党と野党共闘なんてできるいうことは根っこが同じのマルクソ。国民民主党の議員と立憲民主党の議員は労働組合の組織票で国会に送られるので、我々日本人はそれを阻止するために不本意ながらもそいつら以外に入れるしかない。残念ながら我々日本人にとって自民党しかない、悲しいことにっていう感じで、自民党の連中も胸くそ悪いけど、まあしゃあないからこいつに入れとこかってな感覚で入れとかなあかんね。労働組合っていうのは労働者のための組織ではなく国壊しの組織で、万国の労働者よ団結せよっていうのがあるやん。でですね、アメリカの俳優たち歌手の人たちは労働組合に入ってはるから赤いねん。だからトランプさんのこと大嫌いっていう洗脳を受けた人たちがやいのやいの言うたんはんねん。で、赤い勢力に目をつけられてっていうか、広告塔みたいな感じにされた人たちって操られてるから、こういう風に言われたりしてるみたいやねんけど、昔からそれはそれは恐ろしい思いをさせられる感じみたいやで。昔ソ連っていう国があった時に日本人が脅されて赤の宣伝書かされたり大変やったみたい。で、この世の中で起こっている大きな事件って計画的に引き起こされてるので、人々の心に残るメディア操作いうのが行われたりするから、私はこれ人形とか、じゃあこいつダミーとか、そういう感じに映像を見て楽しむ癖ついてんねんけど、やらせすんねんやったらもっと賢くしいやとかね。アメリカとかは非常にやりやすい状態に役者さんとかも揃ってて映像を撮れるようになってんやろなーって見ています。で、日に日に感染者増えてます。まあ大変やな。手洗いとうがいやって、とりあえず家にいて映像とか見るときはどれどれっていう感じで見ると楽しいですよ。左翼の皆さん同じこと言い出したり、あ、指令が出たんかなーとか、そういう意地悪な気持ちでテレビを見るとパラダイムシフトみたいな感じ、もうめっちゃおもろいって感じになる可能性もなきにしもあらずです。テレビ局の役員が、あれに感染してた。で、心筋症で亡くなった。とか、芸能人も、チラチラかかり出して、阿鼻叫喚。この騒ぎによって、リセットされたらええなって、見てんねんけど。まあでも、
世界各国のメディアっていうのは、ある大きな組織がやってるもんやから、期待できへんかな。